はい、お疲れ様です。えー、今朝ね、あのー、西山くんとの問題が和解したっていう風にね、あのー、放送したんですけど、えーっとね、たった今ね、あのー、西山くんとまたちょっと電話で色々話して、んで、ちょっと、細かい部分のちょっと違いがあるから、そこをね、訂正して、 欲しいってことでねちょっと改めてあのーま、細かくちょっと説明するんだけどえー、っと俺がま,まずまる連合に呼ばれて一人で話にし一人で話にしに行ったっていうのはあの厳密に言うと二人なんですよ厳密に言うと俺と所沢の俺の先輩であの名前出すと悪いから YY、えー、君 Y くんっていう人がいるんですけど、俺はその Y くんから電話がかかってきて、ウリタを呼べと。で、ウリタが来ないから、だったら、その側近のね、あのー、タイソン呼べってことになって、そのー、〇〇連合の人たちがいる、あのー、ファミレスに行ったんですよ。で、 Y くんと俺で、二人で行ったんですね。厳密に言うと。で、中入って、テーブルについて、話をしたのは、俺な、俺なわけよ。ね。あの、売りたやべえって言われて、俺、ね。売りたし、売りたし、売りたしに連絡して、まあ、なんか、来れねえだのなんなの言ってるから、その Y くんが電話変わって、Y くんは外で、 売りたと話をしてたの、ずーっと。ね。で、その間に俺は、その〇〇連合の人たちと、がいる中で俺が一人でテーブルついて、俺が直接一人で話をして話を収めたの。ね。うん、で、それを、まあ、俺はバンってはしょって言ったから、一人で行って、一人で話をつけたっていうふうに、 あの、まあ、別に俺の、俺の解釈かったらそうなんだけどね。だけど、西山くんの方からすれば、いや、Y も言ってるだろうと。二人で行ってんだろうっていうことだから、確かに厳密に言うと、Y くんと、ね、俺の二人で、そこの場所に行って。で、Y くんは売り手とずっと外で喋ってくから、俺が一人で、〇〇連合の人たちと対応して喋って、 話を収めたっていうでこれが、えー、細かいことの真相まず1、うん、でまあ相手の方とね話がまあ片付いて、えー、じゃあ帰ろうかなと思った時にその Y 君が、えー、実はね向かいのロイヤルホストにあのー、清瀬のね清瀬の軍団も待ち構えてると、うん、それもまあ瓜田の件でね うん、で、そっちにも顔出してほしいって言われて。いや、だけど俺関係ないっすよねって。その時ね。もう今、まるまる連合の方と話が終わって、収めて、急に今度ね、真向かいのファミレスにね、ロイヤルホストに、今度は違う軍団がいるって言われて、そこにも顔出してくれって言われても、俺はい,いかねえって言ったの最初、ね。だって関係ねえから俺は。うん、だけど、 まあその Y 君の顔もあるから、じゃあ行きますよ、っつって。で、行ったわけ。今度は清瀬の、清瀬の、その、ね、軍団の中に行ったわけ。で、そこも、席につい、席について喋って、まあ、まあ、売れたの剣でね、こういろいろごちゃごちゃ、まあ、吸ったもんであったんだけど、そこで席ついて、テーブルついて、 話をしたのは俺、俺なわけよ。ね。そこでも Y 君は離れて、テーブルについて一人で喋って、ね。あのー、話をつけてんのは俺なわけ。わかるかなだから、俺の、俺の、だからそこは俺は、まあ、ざっくりはしょったんだけど、俺が一人で行って、俺が一人で話をつけたっていう。まあ、その事実は、事実には変わりはないんだけど、 厳密には地元の先輩の Y 君っていう人がいてその人と2人で行ったっていうのが本当の何て言うの,あの細かい部分の話、うん、だけど○○〇〇連合もそうだし清瀬の人,人たちの方もそうだけど話テーブルについて話をつけてんのは俺1人だから、ね、だから俺が1人で話をまとめたっていうことの事実には変わらないわけ。 でもそれを西山君は、いや、Y も来てんだから、ね、そこのこ、そこの具体的なことを細かく訂正してくれって言うから、だから今ね、急遽動画で、まあ、訂正っていう部分で、あのー、今、と、動画撮ってんだけど、まあ、ことの真相はそういうこと。うん。まあ、だから俺が、一人で喋っ、一人でテーブルについて、ね、話をつけたっていうことには、 まあそこの事実は別に間違いはないから、うん、まあそういうまあ細かく言えばね細かく話すとそういうことなわけですうんかるかなうんまあまあそんなわけでで今西山君ともまた改めて喋ったけどでこれでもうとりあえずねあのお、お互いにもう名前も出さないで これで、この件はねもう終わりっていうことでうん、お互いにもう収めるからうん、でまあまた今も話題に出たんだけどあとは内藤さん内藤さんがやっぱり西山君からするとやっぱ内藤さんが酔っ払ってこうわけわかんないことをねまた言う可能性がかなり高いから。 それをね、どうしよう、どうしようかっていうか、どうするって俺も言われたんだけど、まあ俺もさっきね、昼間に内藤さんと連絡取って、あもう西山くんのこととかをね、配信上で言わないでくださいよって言って喋ったんだけど、まあその時は分かったよとは内藤さんに言ってたけど、ちょっと、まあ内藤さんのことだからちょっとね、俺も、 その辺がちょっと心配だけど、まあ、とにかく、俺と二山くんの件はこれで完全に終わるんで、うん、まあ、あとはちょっと内藤さんがね、まあ、余計なこと言わなければいいなって、うん、まあ、そんだけですね。うん。まあ、ちょっと、だから、少し訂正し、訂正して、ちょっと今、細かい部分喋ったんですけど、うん、これでまあ、 あの、完全に終わりということで、もう男と男の約束で、俺と,俺と西山くんのね、男と男の約束で、もう、お互い名前出さねえってことで、うん。で、これで終わりますんで、はい。じゃあまた次は楽しい配信しますんで、よろしくお願いします。